大衆は神である。世界を支配しているのは神である。それが、テレビに要求する、均等労苦社会、それを構築することこそが善だ。倫理観、は、そこを規定にあり、それは多くの思想、その頂点から下位へと伝播していき最後に今、頂点へと戻る。信念が試されてる、のかもしれない。大衆は神である、神なら世界を救ってくれる。今、その秘訣として、魔王、その座に、あるいは、神、が座ったわけだ。それはただ、ある。つまり、世界は救われたと？神が座ってる、としたらそう。それが見て、それが判断し、それが行動し、それが結果を測る。人間はただそこにあるステージでその正義を主張し、行く先を示すだけ。右に行くか左に行くか？それは結局、それを眺める神の判断だ。誰かが決めるものではなく、結果として。No.